現在、コルセアの HS65 というヘッドセットのマイクテストをしています。こちらのヘッドセットはマイクの音がいいというところで結構有名になったものです。まあ、マイクの性能はいいんですけども、原因はちょっと小さいかなと思います。でこの動画では一応原因は後からソフトウェア的に持ち上げています。では、ノイズを確認するためにちょっと黙ろうと思います。まあ、こんな感じでノイズはほぼないかなと思います。 では次にキーボードとかのテストをしていきたいと思います。このマイクの欠点としては全思考性ですので、まあ、口の方の音だけを拾うというよりかは全方向の音を拾うのでキーボードの音とかもよく拾うようになっているかと思います。まあ、こんな感じでキーボードの音を拾うかなと思います。 現在、コルセアの HS65 というヘッドセットに加えて、n v i d i b ブロードキャストでノイズキャンセリングを入れています。音質はいかがでしょうかまあ、今黙ってみたんですけども、もともとノイズがなかった上にノイズキャンセリングをかけているので、まあ、ノイズはほぼないかなと思います。チェック点としては、えー、全試行性でキーボードの音を拾いやすいという弱点があった、このヘッドセットに対して、どれぐらいキーボードの音をキャンセルできるかなと思います。 ではキーボーボドをいいいていきたいと思います今ずっとキーボードを叩いていたんですけれども、まあ、聞こえていなかったかなと思いますであと音質に関してですけれども、まあ、ヘッドセット特有のちょっと声が低いところがこもってモコモコしたりとかそういうのも割と少なくて割と聞きやすい音になっているのかなと思います、まあ、さらにイコライザーとかで 詰めていけばさらに聞きやすくなるかなと思うんですけれども、まあ、何も考えずに特に手とか入れずに気軽につけるのがいいかなと思います。